から邪魔するなよ。よせ。ハンジ。おい、嘘だろ。こんなの。そんな。なんてことだ。水田さん、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。それはアルミンになってできる。確かにアルミンは一切だ。だがまだエルヴィンの経験と統率力が。兵長、海って知ってますか？いくら見渡しても地平線の果てまで続く巨大な湖だって。アルミンが。おい、もうやめろよ。この壁の向こうにある海をいつか見に行こうって。でもそんなガキの頃の夢を俺はとっくに忘れてて、母さんの仇とか巨人を殺すこととか何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。